こんにちは。 講師の佐々木博美です、えー、本試験を前に集中できなくて焦ってるかもしれません。であのやってもやっても机に向かってもなかなか集中できないと、えー、そういった場合にはもうあの作業に徹すると良いかなと思います。例えばあの図表を書いてみ、えー、るだとかあもしくは問題解いてであの解説読んでるのなかなか頭に入ってこないのであればあその解説を要約した、まあ、いわゆる間違いの音的なものですね、えー、そういったものを書いてみるでそのような形で作業に徹すると何かとにかく手を 動かかしししててみみるるととといいうこもれませんでそしてまたあの特にです、ねえー、本試験、えー、当日の注意点といたしましてはあ何かあのいつもと違うことを、ね、突然やってしまおうと思い立ったりだとか、ねえー、例えばいつもは択一から解いているのになんとなく魔が差して記述から解いてみたら全然時間配分狂ってしまってとかあいうことに陥りがちなので、えー、もうとにかくいつもと違うことをしないことこれを心がけていただきたいかなと思います。でさらに問題解いいてななかなか難しい やべええー、どうしようと思った時にはもうあの自分にとって難しい問題は他の人にとっても難しいので、えー、基準点下がるだけと割り切って頂い,いて、えー、だからあね難しいのは自分だけではないというところで心を落ち着かせていただきたいかなと思います。でさらにですね例えばその逆に今度サクサク溶けてったりするとおいった場合調子いいぞと思った時こそ読み飛ばしだとかケアレスミス、えー、こういったものにはあ特に気をつけていただきたいかなと思います。 特に今年の本試験受験生ですね今までと違うコロナ禍においてもう誰にも負けないぐらい努力してきたと思うんですねそしてまたつらいこと苦しいことたくさんあったと思いますでそういったものはもうね今年の本試験でもう終わらせましょうで大丈夫です皆さんだったらまだまだやれると思いますでぜひですね万が一ダメかもと思ってしまったとしてもこれまでの努力頑張って 待ってきた辛さだとか、ああそういったものを思い返していただいて、また改めて、えー、奮い立たせていただきたいかなと思います。えー、大丈夫です、えー。皆さんだったらまだまだやれます。 ぜひですね、えー、あのー、ね、えー、まああのね、えー、どうしてもテンパってしまってというところはあるかもしれませんが、ああそういったものはもうね、えー、これまで頑張ってきたことの証なので、えー、ね自信を持って望んでいただきたいかなと思います。えー、ぜひですね皆さん、園奉試験会場ご分をお祈りしております、えー。絶対合格しましょう。ファイト。